さてさて嬉しやの。わしゃ嬉しいんじゃ。てめえをこの手で仕留められるからな。なんだ？霧で相手の体を操るスタンド使いだ。どうやら死体を大量に引き連れてきたようだ。死体？けぼーっとするな。足を引っ張るんじゃねえぞ。高校生の長太郎さん、一体どれぐらいのパワーを持っているんだ？オープンだけやれ、お前たち。一つ小文字を喰らえ。おら効かねえな。おらおい、ばあさん。てめえらが口にする。なに？そんなこともわからんのか？この毒サレスカタン野郎が！あのお方こそは王の中の王、世界を支配する器の持ち主。お前が歯向かったところで上書きされて消滅するのがオチよ。上書きと言ったところで理解はできまいがな。焦ることはない。会った時がお前の最後だがね。上書きだと、わけのわからねえこと言いやがった。しかしエンヤバーやウンドゥールたちが、いや
まさかな。さてと、俺たちは聖なる遺体ってやつ、その協力をしてもらえると助かるんだがな。もちろんだとも。奥安くんや由香子さんを元に戻すためなら。いいよ、そんな気にすんなよな。あ、この声は親子だとかお袋だとか、あんたとそういう話すんのはもうお腹いっぱいっつうかよ。じゃあ俺外の空気吸ってくるから、ま、仲良くやろうぜマッチョジジイ。マッチョジジイ。お、高一に露伴、この亀すげえよ、中おめえらも入ってみろよ。宇宙船だと。うわあ、露伴先生。なんすか遺体の共鳴。丈太郎さん、軽くてカサカサしてて。おい、丁寧に。一応亀の中で花全部で9個あって。あ、そうだ。ひらめいた。露伴に見せて嫌がらせし。やれやれ。おい、丈太郎。亀の中でいいものを見つけたぞ。いいもの。カメラじゃよ。カメラを使えばジョースターさんのハーミットパープルなら今回の事件の黒幕を念写で映し出すことができる。うん、トラブルの張本人を暴いてやるわい。行くぞ、ハーミットパープル。ディオのはずがない。ジョースターさん、スタンドの力加減を間違えたんじゃないか。いいや、ジジイ、おめえのスタンドは間違っちゃいねえぜ。ずっと疑問に思っていたが、ウンドゥールやエンヤバーたちが忠誠を誓う相手ってのはディオ以外には思いつかねえ。しかし奴はわしらがこの手で灰にしたはず。死んだはずの者が生きているというのなら、確かに言われてみりゃ、あの男が従うのはディオだけだ。どういう理屈でかは分からんが、ディオの野郎が生きていて裏で糸を引いている考えておいた方がいいってことだな。